オオブタクサは、キクカブタクサ族の一年草。私有同種の風梅花。葉の形からクワモドキとも呼ばれる。茎の上部にオス頭花が草上につき、その下にメス頭花がつく北アメリカ原産。1952年に日本に侵入したキカ植物で北海道、本州、四国、九州に分布している。 河川敷やアルチなどに大群落を作っている。茎の高さは50センチメートルから300センチメートルに達する。葉は茎に耐性し、形は手のひら状に3から5列しておりくわの葉に似ている。夏季は8月から9月。私有こと花で茎の上部に水上の大花がつき、その下の基部に芽花がつく。日本への侵入経路としては、 アメリカから輸入した大豆に付着した大ブタクサの種子が豆腐屋などで廃棄され発芽したものと言われている。同じ属の気化植物であるブタクサと共に花粉症の原因として知られ、日本国内では杉、ヒノキに次ぐ患者数が存在するとされる。アメリカでは全人口の5から15%がブタクサ花粉症との統計がある。ABCDEFG 野菜もと 身近な雑草の芽生えハンドブック分一総合出版2012年21ページ日常の生物辞典ありがとうございます